皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、子犬と一緒に寝てもいいのか悪いのか、これについてね、お話ししていこうと思います。はい、一度は考えたことあるかもしれないですね。じゃあつまり結論からお話させてもらうと OK です。全然寝てもらって OK です。まあね、一緒に寝ると、なんかこう、一緒にベッドの中で寝る、ベッドで寝ると、こう、なんだろうな、こう、なんか、うん、よく言うじゃないですか。こう、なんか上下関係がどうのこうのとかってね、寝るときは絶対別々にしなきゃダメだよ、みたいなね、あると思うんですけども、中には、別々にすることによって、夜めっちゃ吠える子とかいませんか？で、夜めっちゃ吠えるけど、別々にしなきゃダメ、もうそこは我慢しなきゃダメっていう、この文章を見てしまったから、うわもうギャンギャン吠えてても心鬼して我慢せなみたいな形で結構頑張る方いるんですけども、それね、全然頑張らなくていいですから。もうめっちゃ吠えて吠えて、もう近所迷惑というか、もう目ありきなじゃないですか。しかも夜やしね。だからもうその時はもう全然気にしなくてもいいんですよっていうのを僕お伝えさせてもらってます。はい。でまあ逆にね、こう一緒に寝る子以外にも別々に一緒に今寝てるんです。で、特に何もないんですっていう方はもうそれはそれで全然 OK です。はい、それはそれで無理に一緒に寝る必要は僕はないです。別々やったら別々 OK なんで、そのまま寝てほしいかなと思います。で、まあそのね、まあ要は何が言いたいかというと、そのね、一緒に別々寝なあかんっていうのに縛られすぎて、この吠えるのをもうずっと苦しむ必要っていうのはないんですよっていうことをね、今日お話しさせてもらいたかったんです。じゃあ一緒に寝ても大丈夫なんやけど、これだけはしておきましょう。あります。それをね、宿題でお話しさせていただくので、ぜひね、一緒に寝る方っていうのをこれを実践していきましょう。では今日の宿題はこれです。はい、ではですね、今日は、小犬ちゃんとね、一緒に寝てもいいのか別々に寝た方がいいのかってことなんですけれども、別に一緒に寝ても全然 OK ですよってね。その代わり宿題なんです。宿題っていうのは日中というのは夜寝るときに一緒に寝る、一緒に寝ると、で日中も、一緒にいると、要は24時間ずと一緒に寝ますっていう方は、後々何が起こってくるかというと、その一緒にいる方と離れた時にストレスがかかりやすいんです。うわお母さんお父さんどこ行ったって、うわーってなるんですよね。それを予防するために、夜ね、もし一緒に寝るのはそれで OK なんやけど、日中何時間かでいいので一人でする時間っていうのを与えてあげてください。要はお留守番っていうことですね。お留守番の時間をあえて作るってことです。それをしながら夜ね、一緒に寝てもらっても全然 OK なので、この宿題は絶対に今日から、お留守番時間を作ってあげましょうねっていうのが宿題になっていきますので、ぜひね、実行していただけたらと思います。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。